はい、こんにちは、まやちゃんねる前原です。はい、今日はこちらですね。うん、 SH フィギュアーズの仮面ライダーエグゼイドアクションゲーマーレベル2です。はい、ということでついにですね、仮面ライダーエグゼイドの SH フィギュアーズが発売されましたね。はい、秋葉原にある SH フィギュアーズのショールームみたいなところで、うん、パパとエイシン君ね、結構前に見てたんだよね。うん、もうかなり良さそうだってことで、楽しみに待ってました。はい、はい、箱はこのような感じになってますね。はい、エグゼイドっぽい、こういうほら四角がいっぱい出てますね。本当だ。そしてブラッカーはこのような感じですね。はい、いいね。うん、では早速開けていきましょう。うん、なんかちょっと丁寧に開けて、よいしょよいしょ。おおおおおお、いいね、すごい。よいしょ。おー、良さそう。すごい、かっこいい。エグゼイドの手は装着しているグー以外に、うん、6つついてますね。はい、加速音ブレーカーもブレードモードとハンマーモードの2つが付属してますね。はい、ビニールを取って、はい、ということでこちらが SH フィギュアスの仮面ライダーエグゼイドアクションゲーマーレベル2ですね。うん、めっちゃかっこよくないこれ。そうだね。うわー、すごい。いやー、メタリックだし、あ、ベルトもちゃんと、あ、動いてる。ベルト、ベルト動くの。うん、さすが SH フィギュアーズだね。うん、あ、ベルト、ここもちゃんと、すごい、すごい綺麗に塗装されてるしね。ちなみにガシャッと外れますか。切れてる。あ、取れた。取れた。あ、でもあれなんだ、さっきこの何ガシャッとの先持ち手のとこだけなんだね。そうだね、中のガラス部分はないんだ。うん、差し込まれてるだけって感じか。そうだね。はい、ベルトこのような感じになってますね。うん、素晴らしい、すごい綺麗。うん、しっかり塗装されてるね。おお、エグゼイドすごい。この手なんてさ、やっぱほらそれ用の手だからさ、しっかり握ってるじゃん。うん、そういうところがレベルアップライダーシリーズと違っていいよね。うん、しっかり足の裏もデザインされてますね。うん、ゲームのあのコントローラーみたいにちゃんとなってるね。うん、すごいよこれ。この何この部分はちょっとマットな感じになってて、うん、ね、でこういうところはメタリックだし、うん、すごく色分けも綺麗で、これは素晴らしいですね。うん、はい、そしてこちらがガシャコンブレーカーのハンマーモードですね。はい、これもすごく綺麗に色分けされてて素晴らしいですね。はい、でこの持ち手部分が差し替えられるようになってまして、うん、これ引っこ抜くでしょ。はい、それでこのブレードモードの方に挿してこちらで使うこともできますね。はい、これも綺麗だね。うん、ではレベルアップライダーシリーズのエグゼイドのアクションゲーマーと比べてみましょうか。うん、もう全然違うね。全然違う。このテカリ具合が全く違うもんね。あとこの頭の部分、ここ尖ってないか、こっちは本当に尖ってる。あ、そうだね、やっぱり劇中に近い感じになってますね。あとこの後ろのレベル1の顔が全然違う。そうだね、うん、もう大きさも違うしね。うん、やっぱり劇中再現されて、こっちは小さくなってますね。はい、こっちもレベルアップライダーシリーズのレベル1の顔だったから、うん、そのまんま使ってたからさ。うん、そういうとこがやっぱ全然違うね。いやー、ほら後ろの線もレベルアップライダーシリーズはないよ。ちなみに可動は首でしょ、うん、肩、腕、ここも回るね。うん、そこの肩パーツで首も回る。はい、胸もあるね、ちょっとね。うん、で腰、お、股関節、膝、そしてつま先、はい、曲がりますね。はい、すごい、やっぱり。あ、いやこれ、あ、 しかもね、結構ね、硬い。硬いからしっかりポージングできるんじゃない、これ。うわ、これだけですげえかっこいいんだけど。本当だ、なんだこれは。うわ、はい、ということでエイシン君がポージングしてくれました。はい、こんな感じ、いいね。うん、めっちゃかっこいいんだけど。すごい、こんな感じ。すごい、もう迫力が。やっぱ違うね、SH フィギュアーズね。この肩のパーツもこの部分動くからさ。あ、そうだね、すごい。だから干渉しないよね、こういうのはね。うん、すごいっすね、いいね。うん、ということで私もポージングしてみました。こんな感じ。うん、あ、ガシャッと装填されてる。あ、そう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 、ハンマーモードのここにね、ガシャッとつけられました。ガシャッとチーズな。ちょうど飛んでる感じ、うん、
飛んでうわーっていくところ、あーいいね、めっちゃかっこいいわこれ。でやっぱりあのこのレベルアップライダーシリーズと比較して分かる通り、すごく硬めで高級感もあるから、うん、もうガチガチに遊ぶときはもうこっちだよね。そうだね、もうこれはだからもうどっちかっていうとディスプレイ用っていうか飾っておく用だよね。そうだね、うん、いやでもこれは素晴らしいですね。うん、ゲームならこの俺に任せとけ。俺は仮面ライダーエグゼイド。最近この辺りに偽物が出るって聞いてるんだ。今のうちにやっつけてやるぜ。早速現れたな偽物め。いや偽物はそっちだろ。なんだと？じゃあ対決するか。望むところだ。参りました。はい、ということで今回は SH フィギュアズの仮面ライダーエグゼイドアクションゲーマーレベル2でした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタンお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。うん、それとチャンネル登録もよろしくね。よろしくね。ということで、すごくよかった。うん、これどうする、もうスナイプとブレイブどうするかって話でちょっと考えます。はいはい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。